ようこそお参りくださいました本日は夏の神社参拝の注意点を少しお話をさせていただきます今日はですね5月の末でございます5月ですが大変日差しが厳しいです暑いですもう気温もですねもう30度を超えてるところもあるようですねまあこの田舎の神社まあ、街中に比べれば多少 気温は低いのですが、まあ、それでもまあ暑いものは暑いです。神社もですね。まあ、でにまあ扇風機を設置して夏仕様となっております。暑くなるとまあどうしても着ている服。まあ軽くしたり、また薄くしたもの着たくなりますよね。十分わかります。ですが、神社においては？ ちょっと注意をしていただければと思います神社というのはですねいわば神様のお家です神様のお家です神社にお参りをするというのはですねつまりは神様のお家にお邪魔をするということにでもございます神様のお家にまあ伺うわけですのでまあ、なかなか大変なことですよね ちょっとと友達の家にに遊びに行くような感覚とはまままた違います当然違いいすす当然どちらかといえば、まあ、公の場に近いですかね、まあ、公の場に出るようなそういったものでしょうか何かの表彰式とか授賞式とか,かそういったちょっと公な場にですね、まあ、出るようなそういった意味合いに近いかと思いますですので、まあ、神社にお参りする時はですねまあ暑いのでもう ラフな格好、半袖半ズボン、タンパンタンクトップ、えー、涼しい格好でまあいたいのは十分わかりますが、まあ神社にお参りする際はまあ神様のお家に行くんだということで、まあ、そこはですねちょっと服装を正していただければと思います。特にですね商殿参拝、まあ社殿の中に上がってお参りをする、まあ祈願とかお宮参りとか。 安産祈願とかそういった祈願を受ける際はですねその時は、まあ、十分にに服装に気をつけけていいただければと思います本当に暑いので半袖でお参りしたい、まあ、半ズボンそして裸足クロックス、まあ、そんなラフな格好でいたいのは、まあ、十分わかりますが神様にお願いをするというのに果たしてそんな格好でいいのかと思いませんか 皆さんもちょっと日常に置き換えてみてください、えー、仕事などでもですね大変重要な案件を抱えてそしてまあ先方にですねお願いに伺うとき私暑いからってまあ半袖半ズボンクロックス裸足で行きますかまあそんなのちょっとまあ非常識だと多分門前払い食らうのではないでしょうかそれぐらいまあそれぐらいと言いますかそれ以上のところ だとお考えいただければと思います。ま神様ですので。やはりですね。あの神社にお参りをする際は、やはり清掃が一番よろしいかと思います。ま神様にまあお参りするま神様にまあご報告なり、えー、お願いなり伺うのであれば、やはり添えないの服装というものが大切かと思います。まあ、ですので、まあ、男性であればスーツ女性であればまあ。それに準ずるものまあ。 清潔な服装であればよろしいかと思いますとにかくですねラフすぎる格好特に夏は暑いので分かります、半袖、半ズボン、裸足。私もあの神社にですね出社、奉仕がなければですねそんな格好で一日中ゴロゴロしたいです十分分かりますが神社でお参りをするのであればやはりそういった清掃を心がけていただければと思います。 近年、ですね、夏、大変な猛暑、酷暑、まあ、ひどい暑さですので,あの何でしょうか、ね、黒いスーツ、まあ、長袖、そして長いジャケットとかそういった服装ですと、まあ、倒れてしまう可能性もなきにし西もあらずなそれぐらい、まあ、大変ひどい気温ですのでね、まあ、ですので、まあ、クールビズ、最低限クールビズでしょうかね。 その仕様でお参りなさるのがよろしいかと思います半ズボンとかですねあの裸足とかあまりラフすぎる格好は、えー、やめていただければと思います本当にですねあのそういった格好であの祈願とか昇殿参拝なさろうとしても、えー、お帰りくださいとお断りするところもございますなぜかというと神様に失礼にあたるからです、えー、まず神主が考えるのは 神様に対して失礼ではないかどうかですのでまあ神様に失礼にあたるような格好であればですねまあいくら遠方から来たとかそういったことがあっ,たもあってもですね申し訳ないのですがその格好ではちょっとご遠慮くださいとお断りすることもあります。ここれははででですすねねどちらにととっってもあまりいいことではないなよねせっかく あのお宮参いとかそうめでたい日なのに、まあ、服装で,です、ね、断られたちょっと嫌ですよねちょっと気分が、まあ、慣れてしまいますもんね。であればですね、まあ、ちゃんとした格好でお参りをして、まあ、にこやかにお参りをしてお帰りできるそういったことが、まあ、神社にとってもそして、まあ、神主神様にとってもそして皆さんにとっても一番良いかと思いますので。 ま夏大変暑いですがどうか服装には気をつけていただければと思いますまあ、お水などはですね、まあ、適時飲んでいただいてもよろしいかと思いますのでとにかく服装にはどうぞ気をつけてお参りいただければと思います神様に失礼があってはお参りする人もそして神様もどちらも良くないですからねどうせだったら皆さんお参りする方も神様もにこやかにお参りしていただいた方が よろしいかと思いますのでどうぞ服装には気をつけてそして、えー、熱中症にも気をつけてお参りいただければと思います本日もご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録をお願いいたします